被殺オレンジ鉄道線。被殺オレンジ鉄道線は、熊本県八代市の八代駅から、鹿児島県薩摩仙台市の川内駅に至る被殺、オレンジ鉄道の鉄道路線である。元は、九州旅客鉄道、JR 九州鹿児島本線の一部で、2004年の九州新幹線新八代鹿児島中央間の開業に伴い、被殺オレンジ鉄道へ、経営移管された。 全線が交流電化されているが、旅客列車は交流専用電車の心臓、購入費及び維持費削減の観点から電気運転を行わず、警戒機動車により運行されている。貨物列車は経営移管後も引き続き、第二種鉄道事業者である日本貨物鉄道 JR 貨物の電気機関車経営により運行されている。九州新幹線開業までは当線の区間にも、 特急列車などの優等列車が設定されていた。この新幹線開業まで運行されていた特急、つばめは新幹線連絡のリレーつばめとなって新八代駅発着に変され、夜行特急、ドリームつばめは廃止、新大特急、那覇は熊本駅発着に早朝と深夜に出水から西鹿児島、玄鹿児島中央間で運行されていた通勤ライナー。 爽やかライナー出水とホームライナー出水は川内駅発着の爽やかライナー川内とホームライナー川内にそれぞれ変更され土曜休日運行の快速列車と観光列車オレンジ食堂を除いて通過駅を伴う列車消滅した定期旅客列車は普通列車と同様休日運転の快速列車のみの運行ですべての列車において運転手のみが乗務する ワンマン運転を行っている。編成は、単行、一両編成が基本だが、朝夕ラッシュ時や沿線イベントなどで多客が見込まれる、場合は二両編成に増車して運転され、逆に夏休み期間などは平日朝夕でも一部の列車が二両編成から一両編に減車される。車両の増結分割は主に車庫のある、出水駅のほか、昼間に、 車両留置のある八大駅でも行われている。夜間は基地のある出水駅のほか八代駅、川内駅にも車両の大白が設定されていい。2004年の開業当時からしばらくは出水駅川内駅間で3両編成の車掌乗務列車が平日の朝夕ラッシュ時に各1往復ずつ運行されていたが徐々に短縮され、 最後まで残った朝の一往復の車掌乗務列車が2013年3月のダイヤ改正で廃止されてすべて最大二両編成のワンマン列車のみの運行となった。このほか、2013年3月からは金、土、祝日を中心に観光列車、オレンジ食堂が運行されている。また、オレンジ鉄道は国鉄鹿児島本線時代から本州と九州の 鹿児島県までの物流の大動脈的な一面も持ち合わせており、列車による貨物輸送も盛んに行われて、JR 九州からオレンジ鉄道への移管後も、深夜帯を中心に多数の貨物列車が運行されている。八代駅と川内駅で JR 線から接続を取るダイヤが設定されているため、運行間隔は一定していないが、 おおむね1時間あたり1本程度の運転である。八代駅川内駅間前線を通しで運転する列車のほか始発、最終を中心にして、車庫のある出水駅発着の区間列車が、八代方面、川内方面に多数設定されている。区間列車はこれ以外にも毎日運転の朝6時の、水手発熊野城駅の列車が1本、8時台に、 八代駅日後高田駅間の列車が1、往復設定されているほか、平日のみの運用として5時台に出水発、熊野上行、6時台に熊野上発前の次を通り返しの7時台米の新発野田合行、夕方の米の新発川内行が1本ずつそれぞれ設定されている。この平日朝の米の津駅発着列車は2005年3月1日のダイヤ改正で、 出水商工等学校の通学利便のため米の追記の列車が新設され、2011年3月14日からは折り返しの列車が設定された。さらに、沿線の学校通学生へのアンケート結果をもとに、2018年3月17日からは、早朝6時台に八代発、西出水行下り列車1本、折り返しの上り列車となる西出水泉間は、改装が、 新たに設定され、沿線高校への通学の利便性が向上した。利用客の利便性を考慮して、一部列車が、鹿児島本線八代駅から新八代駅、九州新幹線発着駅間及び、川内駅熊野城駅、黎明、中学校、高等学校もより間に乗り入れている。この内熊野城駅発の普通列車は、八代駅まで運転する列車が朝に1本、 日殺オレンジ鉄道を経由して新八代駅まで、投資で運転する JR 九州駅始発終着の列車が朝に1本、夕方に2本設定されている。なお、新八代駅発の普通列車はすべて出水駅、止まりであるが、2018年3月17日より、平日の19時台の1本のみ、川内行、新八代駅泉駅間 6257D、 出水駅川内駅間六千三百五十九 d が設定された。この列車は新厚白駅から出水駅まで六千二百五十七 d として二両編成で運転し、出水駅で全一両を切り離し、後一両が 6359D に変わらないことなってそのまま運行される。出水で列車番号が変わるため、時刻表上では出水業であるが列車の行き先は 川内となっている。ただし、土休日は一両運転で、出水駅園に行く場合は、出水駅で乗り換えが必要となる。2008年3月15日より、土休日に出水駅から JR 熊本駅と鹿児島中央駅の双方に向けて、直通列車が設定された。公募により、熊本駅発着の列車には、スーパーオレンジ、鹿児島中央駅発着の列車には、 オーシャンライナー薩摩の愛称が付けられた。土曜、休日のみのそれぞれに往復が運転され、車両は日札オレンジ鉄道の機動車が使用される。スーパーオレンジは、JR 線内の八代駅熊本駅間は、ノンストップで、九州新幹線との併設駅のうち新八代駅と新水俣駅、一部の特急が停車する宇都駅は、通過する。また、オーシャンライナー薩摩は、 JR 線内の川内駅鹿児島中央駅間は、串木野駅と伊集院駅のみに停車する。2018年3月17日改正ダイヤでは、スーパーオレンジの内朝の熊本駅発の1号 813D は、出水駅から各駅に停車しながら、川内駅まで運行され、平日は同じ時間帯に出水駅始発で、川内駅行、広し列車。 6329D が運行されていた。また、オーシャンライナー薩摩も夕方の鹿児島中央駅発の4号、8108D は、阿久根駅から各駅に停車しながら新八代駅まで運行され、平日はほぼ同じ時間帯に、川内駅始発新八代駅行普通列車、6146D が運行されていていた。また、 朝の鹿児島中央駅発泉駅行のオーシャンライナー薩摩2号、夕方の熊本駅発泉駅行きのスーパーオレンジ3号は、終点の出水駅で八大駅方面、川内駅方面の列車の接続を行っており、乗客への利便性向上を図っていた。2019年3月16日改正ダイヤにて、スーパーオレンジの熊本駅や津代駅間、並びに、 オーシャンライナー、薩摩の川内駅、鹿児島中央駅間が休止され、オーシャンライナー、薩摩4号の新八代駅、八代駅間を除き JR 鹿児島本線への直通を取りやめた。また、オーシャンライナー、薩摩については、西泉駅を全列車の停車駅に追加し、全列車が出水駅や船駅間の各駅に停車するダイヤとなったほか、オーシャンライナー、薩摩3号は、 米の津駅始発、出水駅米の津駅間は回送運転で、平日運転の米の津駅始発川内駅行き広し、列車 6145D とほぼ同じダイヤとなり、沿線住民や学校に通う通学生への利便性を図っている。また、上りのオーシャンライナー札間2号は、川内駅で折り返しすぐの発車に、ダイヤが変更さた。スーパーオレンジ。 オーシャンライナー薩摩とも一両のワンマン運転が基本であるが2009年6月から2012年3月までは午前の一往復の自社船内においてアテンダント客室乗務員乗務し車内にて隠し案内業務を行っていた2013年3月24日より新八代駅川内駅間に運行が開始された快速列車 日殺オレンジ鉄道発の全席指定列車である。沿線の港地域の振興事業の一つとして、車窓からの美しい景色を楽しみつつ、ゆったり、のんびりとした、スローライフな旅を楽しむことをコンセプトして、設定された。車両は、ダイニングカーとリビングカーの二両固定編成で、新製ではなく、既存車両のハザー -114A と、ハザー -116A を改造したものが、 重当されており、デザインは工業デザイナーの水戸カ英二ジが担当している。列車名の通り沿線の特産品で作られた料理やデザートが提供され、美しい景色を見ながら食事を楽しむとともに、ウェルカムドリンクサービス、コーヒーとお菓子の自由配布、主要駅で駅構内や街に出て、沿線の特産品の買い物が楽しめるサービス、マルシェ、乗務員、パーサーやアテンダントによる、 観光案内や不定期のサプライズイベント、制服を貸し出しての記念写真サービス、子供限定、景色が良い区間での低速走行や一旦、停止サービス、乗車記念パスポートの配布、鹿児島県出身のジャズアーティスト松本啓司、博多俊介などによるピアノの生演奏サービス、3号、サンセットディナーのみなどが行われている。その他沿線の地酒、ワイン、カクテルなどのアルコール類、 ノンアルコールドリンクやソフトドリンク、オリジナルグッズの販売も行われている。メニューについてはグルメ雑誌、食楽を発行している徳馬書店と提携している。車内は全車禁煙。外部からの弁当などの食品の持ち込みは可能だが、列車内で提供された料理やデザートの持ち帰りはできない。ただし、ビュッフェで自由配布されている。 クッキーなどのお菓子は持ち帰り可能であるまた、リビングカーは座席扱いとなるため同社の企画乗車券で乗車ができる一部乗車不可な企画乗車券もあるが、ダイニングカーは旅行商品としての取り扱いになるため企画乗車券では乗車はできん。座席や料理の予約については2013年の運行開始からしばらくは出水営業部内の予約センター。 同社線の有人駅、日ごた浦駅を除く JR 九州の主要駅窓口や旅行センター、契約旅行代理店のみで行っていたが、2018年3月17日からのホームページのリニューアルに伴い、同年4月19日からはホームページからのウェブ予約を開始し、パソコンからの直接予約もできるようになった。ウェブ予約では座席の選択も可能となっている。 停車駅は、新八代駅八代駅、ひなぐ温泉駅、佐敷駅、つなぎ駅から、新南俣駅、南俣駅、泉駅、役根駅、薩摩高城駅、川内駅で、毎週金、土、日、祝日の運行である。ただし、それ以外の運休日であっても事前に貸切予約をして、料金を支払えば、貸切り扱いで運行することもできる。運転開始当初は、 新八代発川内業が2本、オレンジ食堂1号、3号、川内発新八代業が1本、オレンジ食堂2号が設定されており、1号車は原則として全区間乗車だが、2号車は区間乗車が可能で、3号は川内業となる日と出水業になる日があった。1号は出水発川内業、2号は川内発新八代業。 3号は新八代発、川内行、日にちによって、泉行になると、ダイヤが大幅に変更され、新たにそれまで通過していた薩摩高城駅に停車するようになった。さらに1号は、朝食列車として、ブレックファスト、ブレックファスト、2号は、昼食列車として、スペシャル、3号は、スイーツ、夕食列車として、新八代駅泉駅間に、スイーツ、スイーツ、 出水駅川内駅間にシンフォニア、シンフォニア、新八代駅川内駅間に恵、めぐみ、めぐみの愛称が付けられた。平日の指定日に限り、片道29万円からの貸切料で貸し切り、運転をすることも能である。運転区間と時間を大幅に変更して3便から4便に増発し、1号は、出水駅発新八代駅業、ブレックファスト、 2号は新八代駅発川内駅行、スペシャルランチ。3号は川内駅発新八代駅行で前半、川内駅泉駅、ライトミール。後半、出水駅から新八代駅、サンセットディナー。全区間、クルージングディナー。4号は新八代駅発、泉駅行、オレンジバーとなった。3号前半、ライトミールは、軽食、アフタヌーンティート、昼食。 ランチが選択できる。また4号、オレンジバーは原則として金曜日のみ運転で食事は提供されず、アルコール類を含むワンコインドリンクとおつまみのみが提供される。車両検査の実施に伴い2016年1月1日から3月24日までは運休となり、3月25日から運行を再開した。運行区間は変わらないが、 新南俣駅南俣館では桜並木の横を通る、試し月の桜開花の時期に合わせて、期間限定で、除行運転を行い、その他にも八代日後高田館、熊川、万代ゆずなどの柑橘畑の干渉、夕浦なぎ館、木岩、十番岩、長和、無岩の干渉など、除行区間を多く増やしたために運行時間が若干、変更になった。 基本的なダイヤ設定は2016年版とほぼ同じだが、途中駅での発着時間が若干変更となり、4号、オレンジバーが運行休止となった。運行パターンについては2017年版と変わらないが、2便、スペシャルランチの運行時刻や、駅の停車時間が見直され、川内駅の到着が、 従来の14時13分儀から13時47分儀と約30分ほど早くなった。また、最も乗車率が高い2便の料理に出水市出身で料理の鉄人で知名度の高い坂井広之シェフがプロデュースしたメニューを取り入れ、より魅力的で豪華なメニューになっている。運行パターンは2018年版を踏襲しつつ、3便、スイーツが クネ駅で43分停車して様々な体験コーナーを設置するなど、停車駅と停車時間の見直しを行った。また、今回の改正より、列車の種別表示が、快速、行き先から、オレンジ食堂、行き先に変更された。ただし、駅の放送案内は、快速のままである。毎年3月中旬に、高尾の駅近くで行われる、 高尾の中の一夜毎年8月に開催される高尾の夏祭り開催時には出水駅高尾の駅間や米の津駅、阿久根駅間に川内川花火大会開催時には出水、川内間に10月第3週土曜日に開催される八代全国花火競技大会開催時には出水駅八代駅間にそれぞれ臨時列車が運行され一部の定期列車も車両が増結される。 それ以外でも、沿線で大規模なイベントが開催される場合は、イベントの開催時間に合わせて、臨時列車が、運行や、車両の増結が行われることがある。2013年8月8日より運行を開始した、団体貸し切り専用列車。同年6月27日の株主総会で、運行されることが発表された。オレンジ食堂のような専用車両を使った、 快速運転の列車ではなく、昼の通常ダイヤの普通列車に、一般車両の車内にテーブルなどを設けた、特別車両を増結し、出水圧しろ、川内間を一往復する、運行区間は日によって違う。定員は37から46人で、貸切料はソフトドリンク付きで、片道6万円。ソフトドリンクの他に、沿線の食材を使用した弁当やスープ、 デザートなども提供される。飲食代も1800円、2800円、3800円の3プランが用意され、オレンジ食堂よりも価格を割安に設定し、代償各種イベントに対応しやすい列車に仕立てている。完全予約制の臨時列車で、日殺オレンジ鉄道予約センターで予約を受け付けるほか、旅行会社のツアーにも組まれる。 2015年3月14日のダイヤ改正で運行を開始したイベント臨時列車。平日の閑散時、9時から16時までに利用者から運転の要望があった時のみ、日ご高田駅帯乗川内駅間で運行される。従来から各鉄道会社で行われてきた決められた列車ダイヤに合わせた列車の貸し切り運転ではなく、使用車両や運行区間、列車運行ダイヤ、停車駅、 停車時間まですべて利用者が自由に計画設定して、レンタル料金を支払い、日殺オレンジ鉄道側は、その利用者の運行計画に基づいて、車両1両、運転士1名、安全確認用の客室乗務員1名を貸し出して、列を走らせるというもの。文字通り、完全レンタル方式の列車である。イベント列車のため事前予約が必要で、予約締め切りは、 運行日の6日前である。2015年7月21日から発売を開始した企画列車で受講者は当社のダイヤ作成担当者、辻屋から約3時間ほどダイヤに関する講習を受け、その講習に基づいて受講者自身が実際にダイヤを作成、自分だけのオリジナル列車、マイトレインを走らせるというもの、初級編、中級編、上級編に分かれており、 2015年度は初級編として、泉駅南俣駅間の約 16km の列車ダイヤを作成する。受講者が作成したダイヤは、ダイヤ作成担当者が確認して、本物と同じ形の時刻表を作るため、本格的な列車の運用を楽しむことができる。ただし本線上を走行するため、列車の運転は当社の運転士が担当する。 開催日は毎週月曜日から金曜日の平日のみで午前の部と午後の部から選ぶことができる。参加人数は5名から最大20名まで。予約締切日は運行日の7日前までである。毎年夏の7月から8月にかけて、毎週金曜日と土曜日の夕方から夜にかけて、期間限定で運行されている要予約制の完全貸し切り列車で、八代駅、佐木駅、 水俣駅、出水駅、阿久根駅、川内駅の各駅発着を基本としたダイヤで運行されている。運行区間については前日の発着駅や乗客の要望に合わせてその都度設定される。生ビール、焼酎、ハイボール、ソフトドリンクが飲み放題で特製弁当もついている。2004年の開業以来2012年まで毎年夏に運行されていたが、 2013年3月にオレンジ食堂が運行を開始し、アクネ駅や水俣駅の駅舎リニューアル工事、クルーズトレイン、七つ母子院九州の乗り入れ開始などもあり、2013年以降は長らく運行が休止されていた。その後2017年7月1日より5年ぶりに運行が再開された。かつては運行日により運行区間が固定されていたが、 2017年運行部により、運行区間がきめ細かく設定できるようになった。2012年運行部までは、ハザー -151、152 15の2両のみが限定で使用され、飲み放題の他にカラオケ歌い放題のサービスもついていたが、両車両とも2015年頃に一般塗装に戻された際に、カラオケ設備撤去されたため、2017年運行部からは、 カラオケサービスは取りやめられ、車両も様々な車両が充当されている。2018年9月14日より、週末の宴会客などを対象に出水駅、悪名期間で運行を開始した、期間限定の増発列車で、10月26日までの、毎週金曜日のみ6359キー、出水駅21時30分発、川内駅行き最終列車のに設定された。 出水駅22時15分発、悪久駅は22時41分にで各駅に停車し、折り返しは出水駅まで回送列車となる。この列車の設定に伴い、新八代駅20時13分発泉駅行き6261、D は毎週金曜日三泉駅でこの悪久駅行き増発列車に接続していた。毎日日中に往復、夜間3往復の 経営の往復の貨物列車が設定されており、東京、名古屋、大阪、ついた、岡山、福岡、熊本鹿児島貨物ターミナル間を当選経由で運行している。このうち日中の熊本鹿児島貨物ターミナル間の一往復のみ不定期運用。機関車は、文字機関区所属の ED76 と EF81 が使用され、貨車は、 国企100系コンテナ車のみの重量編成で運転される。乗務員は必殺オレンジ鉄道の運転士は一切関与せず、文字機関区鹿児島発出に所属する JR 貨物の機関士が運転を担当する。2018年7月の平成30年7月号雨、9月の台風24号の直撃により、鹿児島本線の福岡エリアから山陽本線の中国地区エリアまで、 線路や施設が大きく被災し、損傷したため、この災害以降は、しばらくの間は、ほとんどの貨物列車が運休状態となった。その後7月中頃より1日1往復のみ運転が再開され、10月12日までは1日1から2往復程度貨物列車が運行されたが、九州内のみの運行で、本州方面に直通する一部の貨物列車は、引き続き運休となっていた。 10月13日に山陽本線が復旧し、それ以降は貨物列車も元の運行体系に戻った。被殺オレンジ鉄道は、モーターカー以外の保守専用車両を保有していないため、定期的に西日本旅客鉄道、JR 西日本水田総合車両所京都市所所属の、キア141とクモヤ443。 JR 九州熊本車両センター所属ので10マヤ34が検測用列車として入線する。これらの列車は日殺オレンジ鉄道の運転士が運転を担当する。2009年3月14日に全廃された九州を走るブルートレインのリバイバルトレインが大人気なことから。 2010年3月20日から3月22日には鉄道ファンらの利用を見込んであらかじめ申し込んだもののみが乗れる団体専用列車としてではあるが東路線にブルートレインが運行された車両は14計客車が使われ大分車両センター所属の ED7666 が経営した運転区間は文字港駅鹿児島中央駅間で電気機関車には かつて当線の区間でも運転されていた、はやぶさのヘッドマークがついていた。土曜、休日に新八代駅川内駅間で観光列車として運行されていた、快速列車。2004年3月27日に運行が開始され、2008年3月15日のダイヤ改正で、前日の熊本、鹿児島中央への直通快速列車が新設れる、ことに伴い廃止された。 下り列車には、開封、海風、上り列車には、牛尾綾、潮祭という愛称が付けられていた。当初、開封は新八代発枠根駅、牛尾綾は、川内発佐敷駅の運行だったが、利用者の声を受け、2005年3月1日のダイヤ改正で、運転区間を、開封、牛尾綾とも新八代駅川内駅間に、延長した。 また、観光快速の前で新八代駅泉駅間、出水駅川内駅間に各一往復の快速列車が土曜、休日のみ運行されていたが、2008年3月15日の改正で同時に廃止された。停車駅は海風、牛和屋と同じであった。2015年3月14日のダイヤ改正で運行を開始した土曜、休日運行の列車。 普通乗車券や1日乗車券などで乗車可能で沿線の絶景をゆっくり楽しんでもらうために全区間を平均時速時速 35km の程度で片道約2時間30分をかけてゆっくりと走行する観光列車で通過駅はなく運行区間内の各駅に停車していた運行区間は熊本県側が八代駅泉駅間鹿児島県側は 出水駅川内駅間で各一往復設定されており、列車前面の行き先表示には、悠々と行き先が交互に表示されていた。熊本県側は、佐敷駅、下り列車富永田駅、上り列車、鹿児島県側は、阿久根駅で、それぞれ後続の定期普通列車に抜かれるダイヤとなっており、列車同士の乗り換えは自由であった。しかし、利用状況などから、 鹿児島側の出水駅川内駅間が2016年3月26日のダイヤ改正で熊本県側の八代駅泉駅間が2017年3月4日のダイヤ改正をもって運行休止された2015年3月14日に運行を開始したオレンジ食堂の4便列車で毎週金曜日のみ新八代駅から出水駅まで折り返そう列車を 営業運転する形で運行されており、停車駅は、八代、ひなぐ温泉、佐敷、水俣の各駅であった。バーをイメージした列車のため、他のオレンジ食堂のような観光案内や、助行運転などはなく、食事メニューもアルコール類や、ソフトドリンク類、ワンコインドリンクと簡単なおつまみのみであった。利用状況などから2017年3月4日、ダイヤ改正で運行が取りやめられた。 2016年4月7日より、クルーズトレイン、7つ母子ン九州の乗り入れが開始された。毎週木曜日のみの運行。日刹オレンジ鉄道線内の停車駅は、薩摩高条駅と水俣駅で、薩摩高条駅では、海岸散策を行い、水俣駅では夕食を取るため両駅とも長時間、停車する。この他、阿久根駅、牛の浜駅、出水駅、 肥後二見駅などで列車交換のための運転停車を行う。しかし、同年4月14日と16日に発生した、熊本地震の影響で14日、運行分は肥後二見駅で運転打ち切りとなり、震災以降の列車も4月運行分はすべて運休となり、5月6日まで運休となった。5月7日より運行を再開したが、地震の影響で、豊肥本線が長期間不通となり、 阿蘇、竹田三作から柳川三作に変更となったため、8月末までは本来の毎週木曜日の夕方から、夜間のダイヤから、毎週金曜日の早朝から、朝の暫定ダイヤで運行され、停車駅は、川内駅、牛の浜駅、出水駅、水俣駅、俣駅佐敷駅、上田浦駅、八代駅で、牛の浜駅と水俣駅で長時間停車を行った。 列車編成が長いため、川内駅と八代駅では、JR 鹿児島本線ホームとオレンジ鉄道ホームをまたぐように停車し、オレンジ鉄道線内の停車駅も、JR 時代に使用されたホームまでほぼ全て使用する形で停車ていた、牛の浜駅や出水駅、上、田浦駅など一部の駅ではホームからはみ出して停車する駅もあった。2016年9月1日からは、 川内駅水俣駅間は長時間停車が牛の浜駅から薩摩高城駅に変更されるなど本来の毎週木曜日の夕方のダイヤに戻ったが水俣駅で車中泊をし水俣駅八代駅間については毎週金曜日の朝の暫定ダイヤとなったそのため列車番号は川内水俣間は9012、水俣八代間は9014が付加されていた 平成29年7月九州北部豪雨に伴うルート変更により2017年8月22日出発便からは日殺オレンジ鉄道線経由を取りやめ金曜日に日殺線経由で戻るルートに変更となった日殺オレンジ鉄道線では実質1年弱の運用だった全区間が交流電化されているが交流対応車両が高価なこともあり 旅客列車は、機動車を使用して運行している。鹿児島本線だった頃の普通列車は475系や717系などの電車で運転されていた。被殺オレンジ鉄道は電車を所有していないことと、鹿児島本線からの JR の電車による直通列車がないことから817系や815系などは乗り入れない。このか、 七つ星九州には必殺オレンジ鉄道線を経由するコースが設定されており、専用のディーゼル機関車、DF200 の7000と77、計客車が道路線を走行する。営業用車両以外では、検測用として、JR 九州で 10K マヤ34型、JR 西日本クモヤ443系、同期屋141系の入線実績がある。 八代湯浦間は、被殺線として、水俣川内鹿児島間は、川内線、後に、川内本線として開業した。当時の鹿児島本線は人吉経由で、湯浦水俣間が1927年に開業すると、川内経由の路線が、鹿児島本となった。駅名標は、日名郡温泉駅、新水俣駅、牛の浜駅の3駅が2004年の開業と同時に、 被殺オレンジ鉄道のものに変更されたが、それ以外の駅は、開業からしばらくは、JR 九州時代のものがそのまま使われていい。その後2005年中に、すべての駅が、現在の駅名表に取り替えられた。通年有人駅は10駅であるが、駅業務、出荷札業務、観光案内業務や、施設管理については、会社直営駅はなく、すべて簡易委託駅として、 沿線地域の NPO 法人や地域住民団体、財団法人などが受託して管理を行っている。各駅の管轄は次の通り。有人駅では、駅係員が出刷業務から改札、修札、駅管理まで駅業務全般を行っており、ひなぐ温泉駅など観光案内業務を兼任している駅もある。なお、日ごた駅と出水駅のみ、基本的に出刷業務と、 駅管理のみの扱いである。ただし、出水駅は、土休日の快速列車や沿線イベント開催による、臨時列車の運行時など多客時は、改札、修札業務を行う。一部の駅を除いて、朝から夕方までの営業で、早朝と夜間は、すべての駅が、無人駅となるが、オレンジ感謝デー、八代全国花火競技大会などの、イベント開催時は、 早朝から夜間まで混するため営業時間が特別に臨時延長される。このほか、日ご高田駅や上、川内駅、悪天候などによる運行障害時、田農羅お立ち三公園駅、夏休み期間中の土休日、高尾の駅、高尾の中野市、高尾の夏祭り開催時、西方駅、海、フレアイン西方夏祭り農業大会開催時など、 通年無人駅であっても、運行支障による、普通時や地域イベント開催時やレジャー客の混雑時には臨時に、駅係員が配置されて、有人駅になる駅ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。